さんを呼んできて、ね、俺こんなところで働きたいと思わないから、ね、音楽なんて遊びだから、なんか趣味だよ、うん、趣味で、なんで打楽器に乗せたかっていうと、初め2、3曲って面白いなと、学生時代ね、そういうわけだよ。別にプロでもなんでもないし、なんで食おうなと思わない、やっぱそれよりも自分で店を作って何かやらないと将来不安だからね。こんなとこで働いて雇われてだったって全然いいことない。うん、そんなとこで50万とか60万もあったって なんともないんだよ。それ今までの専用タクシーが一番良かったんだ俺。え、あそこでやりながら、まあアルバイトでホームページでも作っちゃうからな。これでいいんだよ。え、こんなとこで働いたっていいことは何にもない。え、それは音楽はね、得意だけどね。だけど趣味だから。趣味と飯の食い方違うからね。このソニーのね、本社、ここにこうあってね、一応、全教って、こっちはあの下水場があるのね、下水処理場。うんこをね、あれ、処理するとこね。これ、北向きでね、これがまあ、東向きになるのかね、これ。こうね、東向きの入り口。向こうは正門なんだけどね、北側が。こっちね、これ南の方みたいな、あれが左にあるのが国領で、あの大臣っていうのがその先にあってね、これ NTT ね、NTT 品川ね、電電公社がありますよ。それでこれ、ね、この向こう側に、ドコモがあってね、そこにみんな職員がいるのと別に関係者がいて、これの電話本局でも盗聴しながら、あと団地中からもやってるね。でもプライバシー全くねえんだよ、バカバカしいよ、もうだからね。悪いことしたんだから謝るべきだったんだよ。謝るべきだったの。自分として謝らせなかった。そんな長引かして俺の狂わせやがったんだよこれ。あの女の子、あの時もそうだし今回もそうだよ。もうすぐ電話行ってまた開かしてやっちまったんだよ。気持ちいいってあはんはんってやってんだよ。そういう会社で盗聴席ね、田村の母ちゃんもそうだよ。あとは高木のね、元彼女、今違うのと結婚したけど、ね、まあ、汚いことやるんですよ。ね、そういう会社だから、ね、伝統なんだよ。ね、課長が取ったんだ。大変なことだね。じゃあこれでね、ソニーの物語ね。で、もう一回アップロード。そういうだけで、ソニーね、結構ずここ下から撮ると、テレビなんかでこうやるとね、良さそうに見えるけど、これ火事場だったんでしょ、これ。いいね、地下に掘って、この上のこと、だんだん北部してくんだから、これ。鉄筋をね、鉄筋と鉄骨。皆さんも、カシャって銃がかかるからね。これで、ハスにあの、カスが入れてんだね、斜め。こんなとこへ来たって、恥ずかしいよ。まあね、この辞書は俺のもんだったら、嬉しいかなと思うよ。こんなとこまで、のこのこ出てきてな。働くのと、あの前、ほんとタクシーの家に決まってるじゃない。終わったらすぐうちだよ。こんなこと演説で言ってるよ。え？だからワイシャツもいないんだろ、洗濯台がいらねえだろ、自分で手で揉むでしょ、ね、ワイシャツにアイロンかけたら金がかかるし手間がかかる。こんなことやってる暇がない、時間がない、これが一番いい、俺のライフスタイルはこれだって振り合わせたんだ。そこに雨させなかったんだ、杉垣屋さんのソニーマーケティング、こっちは本社だけどね、ね、向こうはソニーマーケティング、それで一緒にやってんだよ。100点立ってやれって言ってね、杉垣屋来て雨させた、それがあったから、あそこの場所で、あのポイントで、あいつも覚えてるはずだ、こうやって手虫だったから。川崎のなんとか警察、生田警察だっけ、あれ玉川警察だ、あそこで気がつかなかったよ。パッと座っただけだから。で、下手っぽで分かったよ、この杉垣の時。あ、こいつだな、あそこにいたな。その時は杉垣って顔に書いてないからね。杉垣、俊和、利用する平和ね、俊和、いい名前だよな。名は太陽を表すっていうけどね。ソニー本社ね、北側行くと、あれがあって、ね、これやっぱり、これ多分優秀なやつだと思うよ、これね、いいやつは。こういうやつの方が優秀なんだと思うよ、俺、外人の方が。インドの人こうじゃないのかね。うん。でもね、あのソニー行ったら、相がもうおかしいよ、ね。会長が偉くて、なんとかが偉くて、そればっかりだ。そんなこと他やらないから。知らないで働いてるよ。ああ社長、なんかそれはいるらしいよな、そんな感じで社員でも。で、よく仕事するよ、パーッとね、優秀。ほんで、あんまりあの、上下関係の友達みたいだからね、外注差別したりしないし、友達みたいな感じで、ソニー違うんだよ。まあ、ソニーの自分のとこが、こうだ、こうだ、おかしいよ。こんな会社まずないから。ね。
まあ言っとくけどね、それはおかしい。意識統制だなんてとんでもない話で。じゃあお前自分でやってみろね。製造部長何やったんだね。お前何作ったんだ。75分にする言うのは簡単だけど、あれはどういうふうにやるんだ。やってみろね。圧縮だよ。圧縮のやり方だよ。全部圧縮だよ。これ引き伸ばしだよ。何ができたってんだよ。簡単なんだよな。そんな宣伝って自分が一番みたいなこと言うんだよ。日本を代表するようなこと言うなよ。言ってもらえから。そこは家電だぜ。家電。家電やソニー。ソニー本社。この立派でも何でもない建物だよ。この、あれが職人が建てたんだよ、これ。カジマが。職人が下請け。大体職人が作るんだよ、これ。職人の方が立派だよ。だって自分よりできない仕事言ったってできないから。これで教えてたな、お前。これできるか。じゃあいいよ。あ、じゃあやってくれけど。悪いな、俺、こっちやって。そういうのもないんだよ。なあ。口先だけでやらして金バックさせて。それの懐のためにお前、自分で働いてなんかって画面だったらいいけど、人にやらせて画面てんじゃねえか。安倍は。吉田もそうじゃねえか。今回はソニーだけ。ね、以上。これで帰りますよ。はい、あそこは東京タワーだな。東京タワー。まあね、いろいろだからね。感じ方は。人によってあの感じ方はマインドコントロールで聞き分けさせるんですよ。中からは蹴りが出る、走りが出る、向かいが出る。欲深場頭腰を抜かして。知らないよ、欲深くねえよ、お前。それんちないよ、そんなもんないよ。そりゃそうだよ。人に嫌がられることはやらないよ、おちゃんが。どっかで事故が起きちゃった。雲が出てるとかね、事故が起きたとか始まる。ね、うまくないか。これ見てよ、カメラ。これはやっぱりバレーションするからね。みんな持ってらっしゃるもんな、彼女中学生とかみんな持ってらっしゃる。書類送検されたのは佐賀県の鳥栖警察署地域課の50代の男の巡査部長です。佐賀県警察本部によりますと、巡査部長は今年9月財務を盗んだとして検挙した高校1年生の少年を駐在所で取り調べている最中、少年の頬を叩いたということです。少年の親族から警察に電話があり、何でやるんだろうなったもので、佐賀県警察本部は今日、特別公務員暴行要約の疑いで、この巡査部長の書類を検察庁に送るとともに、戒告の懲戒処分としました。巡査部長は、少年の本当のことを話してもらいたいという意味で、佐賀県警察本部は、深くお詫び申し上げるとともに、今後は取り調べの適正化を徹底しようと思います。